はい、フルフェンワークスです。今日もね、琵琶湖の湖西の浜にやってきました。で、使うルアーは前回同様の PM シャットに 0.9g のジグヘッド、このセッティングでいきたいと思います。はい、いきましょう。釣り方はもう前回全く同じで、投げて、でも着水地点から僕ね、沈めたりせずに、もうずっとこういう風にトン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 って叩きながら、ワームをこういう風に、横にね、パラ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 っとこう踊らせながら引いてくる感じでやってます。で、このワーム結構ね、縦に長細いんで、横へのこの波動がボン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 出るんで、多分ね、結構強めにどん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 って出てると思います。まあ、そこがね、ちょっと自分で流してね、いいんかなと思いながら作ったワームなんで、まあ、釣れたらね、あ、聞いてたんやなっていう風に答え合わせができるんで、まあ、それでね、やっていきたいと思います。ちょっとこういう感じですね。トン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 と竿を揺らしながらリールゆっくり巻いて、これだけです。はい。で、たまにね、僕沈めてウィードをね、こうほぐしながら巻いてきたりもするときあるんで、で疲れたらね、もう投げてもらってちょっとフリーにさせて、で、まあ、そこがね、取れたら、そこ取れたら、もうゆっくりこういう風に竿を立てて、ウィードにかかったらトン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 とほぐしながら、まあ、小魚がね、ちょっとこう、ウィードの中でゴソゴソってしてるのをイメージしながら、釣ってもらっていいかなと思います。はい、じゃあね、これでやっていきたいと思います。うん、おーおーおお、切らんといてや。回ってるぞ、回ってる回ってる、よいしょ。今回回ってるわ。うだ。さあどうだ、来い来い。ああ、50はないな、50はねえかな。あ、あるかな。はい、うわ、はい、あ、来い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 、つかまして、はい、釣った、はい、PM シャットで食った、やった、40アップかな、かな、来た、釣れた、釣れた、釣れた、やっぱり水を吸わなあかんで。もうかん、うん、でもこれ食いたいね、絶対。はい、それではサイズの方を測ってみます。ワーゴンの帯だけでジャスト50ぐらいかな、50は入ってくれてるかな。よし、釣れました。ルアーは僕の作った PM シャットを見出すとジグヘッド 0.9 ですね。これで食ってくれました。やった、なかなかこの仕事はもう仕事してくれますね。うわ、かっこいい。結構太ってるんで、2キロぐらいあるんかな。3キロは多分全然ないと思うんで、もうあの測りやるとね、かわいそうなんで、だいたい見やすい2キロぐらいと思います。はい、こんな感じで、ちょっと持ってる感じも撮らせてくださいね。こんな感じですね。水にシャットがっつりで、はい、はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。釣れました。はい、はい、それではね、今日はね、この辺りで終わりたいと思います。ちょっとね、爆風になってきて、ちょっとね、ビッグブイっていいかなと思ってやってたんですけど、ちょっと真当たりもなくてタイムアップとなりました。はい、まあ、今日はね、ちょっとワンバイトで魚も1匹しか釣れなかったんですけども、なんかね、コバスがちょっと泳いでたりとか、ね、ちょっとあの魚のね、生命感はまだまだ結構あるんで、水の中はまだちょっと晩秋かなっていう感じでした。またね、あの冷え込みが強くなったら
大きい魚も釣れるみたいなんで、また時間見つけてね琵琶湖に行きたいと思います。はい、もう今日はねガイドが凍ったりレベルワインとかも製氷機みたいに氷作るぐらい冷え込んでるんで、ちょ声も鼻声みたいになってきちゃったんでね、もう冷えたんで、もう今日はこの辺りで帰りたいと思います。はい、いつもねご視聴ありがとうございます。ベルフェンワークスでした。はい、じゃあ帰ります。寒すぎです。はい、帰ります。はい、それでは長崎予測です。上顎が釣り合ってて、帯開きの54ですね、54ぐらい、50アップ釣れました。ヒットルアは BM シャッドに 0.9 グラムジグヘッドです。まだ針ちょっとついてるんですけどね。はい、これで釣れました。ああ、ちょっとねリーダー6ポンドやったんでヒヤヒヤやったんですけど、無事に取ることできました。ちょっとねどんな感じか縦で持ちしゃべ持ってる状態でもこんな感じですね。うわー、ブリブリ最高。はい、ありがとう。大事なね答えなんで、はあ、おもろいな。バス釣りはアドレナリン出ますね。よし、ありがとう。このままもう最高に仕事してくれます。作っといてよかった。